このドイツって何で儲けてるかっていうと、機械とか、なんか車とか工作機械とか、あと化学製品とかで儲けてるんですけど、これが主要産業なんですけども、日本もねトヨタをはじめ車ってやっぱり日本経済大きいですよね。でドイツもほら BMW、 フォルクスワーゲン、そしてポルシェ、そこら辺ドイツですから、結構車っていうのがドイツ経済のね、屋台骨になってるわけなんです。ところがですよ、皆さん、ドイツの車は全部 EV にシフトしちゃったんですから、電気自動車ですよ。ポルシェももう電気自動車しか作んないんですよ。 BMW ももう今後電気自動車しか作んないんですよ。これでドイツ経済終わったと私は見てます。もしドイツがガソリンエンジン、ディーゼルエンジンにこだわって作っていったら、今後ねドイツは有利に立てたと思うんです。ところがまあ周りにそそのかされてね、グレタにそそのかされてね、バイデンにそそのかされてね、 EV シフトしちゃったわけでしょ。ドイツの本当の稼ぎ頭ですよ、これをねドブに捨てたんです。はい、これで今後ね EV シフトになるならそれでいいんです。ならないですからね。まあこの番組を前から見てくださってる方はね、もうよくご存知だと思いますけども、 EV の普及はないです。タデ食う虫も好き好きでね、なんか使い勝手の悪いものを好んで使う人が、ほら私だって間もなく終わっちゃいますけども、ガラケーとかね、そういう使ってる人いますから、まあまあ自由でいいんでしょうけども、じゃあこれ普及するかといったらもう普及しませんからね。頭打ちですからね。まあ以前説明したかな、あのねテスラの売り上げが落ちてますでしょ。でアメリカ最大のレンタカー会社はハーツね。ハーツが、つい先週ですかね、報道されてましたけども、EV、電気自動車ね。これテスラ製の電気自動車2万台を売却っていうニュースがありました。なんで売却って言ったら、もう経営圧迫して、しかも借り手もないし。で、アメリカ広くてね、やっぱ電気自動車使い勝手悪いし、もうみんなね、ガソリン車の方がいいって言ってるってね。だってガソリンだったら並んでたってすぐ給油できますでしょ。電気自動車並んでたら無理ですよ。3番目ですって。1時間半待ちかよみたいな話ですからね。バッテリーが止まる。それでバッテリー止まって動けなくなって、大変なことになりますからね。で、しかもね、寒いところはバッテリーパワーダウンしますよね。だからもう韓国とか大変らしいですよ、寒いから。カナダとかもほとんど使い物にならないですよ。だからね、とにかくね、それで環境にいいならいいけども、環境に悪い上に使い勝手悪くて事故ったらやばいし、まあとにかく使い勝手悪すぎてアメリカで人気がなさすぎる。だからもうテスラももう売り上げ落ちてる。でハーツが2万台売る。で2万台売った分ガソリン車を2万台買うと表明しましたね。もうこんなもん使えねえと。でしかもね整備費も高いしね、高く貸せるわけでもないし、お荷物だって言ってましたよ。やっぱり自動車はガソリンだよねっていう風に、アメリカ最大手のレンタカー会社が6万台だか5万台電気自動車持ってるんですが、まず2万台売るそうです。5、6万のうちの2万って結構なもんですよ。で多分今後もっと減らしそうですよね。今後もう電気自動車買いませんって言ってますから。壮大な実験しましたよね。そう、壮大な実験ですよ。よくそんなね根も葉もないものに金突っ込みますよね。じゃあアメリカの全土に充電できるようになるんですか。あれ充電器ってありますでしょ、EV 充電するやつ、あれ10年しか持たないんですって。しかもね維持費が1台あたりね年間40万かかるんですって。あんなもんアメリカ全土に所狭しと置くんですかね。ガソリンスタンドですらすっごい田舎だと不安になります。ここ逃したら次ないって。そうね、だからもう電気自動車だったら怖くて遠出無理よ。まあ、日本だって国土小さいけどそれだって怖いですからね。ましてアメリカですからね。ここになんかパブみたいのがあって、パブというかなんかレストランみたいのがあって、100キロ行かないと次の店ないとか普通にありますからね。不安になりますよ。で重いでしょ。だからねタイヤも摩耗するし道も摩耗するんですよ。しかも電磁波強いでしょ。粉塵巻いてる。そう、粉塵巻いてるでしょ。しかも作るのにものすごい資源が使って、その資源をほとんど中国から持ってこないと作れないわけですから。だからね、何が最強かって言ったらもう誰か書いてますけども、プリウスなんですよ。もう人類が到達した最終形はハイブリッドですよ。だってハイブリッド車ってガソリン車のいいところ、電気自動車のいいところ、いいとこ取りですから。電気自動車だけにしちゃったら電気自動車がね、ダメなところ全部被ってるんですよ。そのいいとこだけ持ってきたのがあるのに、なんで完全電気自動車なんですか。巡航してる時はガソリンの方が効率いいに決まってんだから。だから結局これね、もうトヨタ潰しですよ。電気自動車環境に悪いし、電気自動車効率悪いし、こんなものが世界に普及するわけがないんですよ。で、しかも中国の電気自動車って石炭で走ってんですからね。もう終わってるでしょ。日本と違うね、IGCC じゃない、効率の悪い石炭。だって中国の発電の7割は石炭。
石炭火力ですからね。だから中国の電気自動車環境にいいですってバカ野郎って、石炭で走ってんじゃねえかって話ですよ。日本の IGC だったらともかく普通の石炭火力で走ってんですからね。それも環境にいいわけがないんですよ。だからね、中国ってほら倍人がすごいでしょ。普通に北京とかガスっちゃってて、あの PM いくつってあったじゃないですか。あれタバコよりひどいんですからね。もうだから外歩いてる時ずっとタバコ吸ってると一緒ですからね。外でね、なんかカンフーのなんかやってる人いるんですけど、もう病気になりたいんだか元気になりたいんだか分かんないような状態ですよ。もう鼻くそほじったら白い髪が真っ黒になるんですからね。あれ石炭火力だからね。もう中国全土で石炭バンバン炊いてるんですから。太極拳やってる人は病気になりたいのかと思ってますよ。だって犬にまでマスクつけてるぐらいですからね。そんなんで動かしてる電気自動車が環境にいいとか、バカも休み休み言ってるんですよ。どうでしょう。だからね、もう普通に考えたら世界中のね、車の5割6割7割が電気自動車に置き換えるなんて絶対に無理です。早く終わる運命だったんです。じゃあ次、共和党が勝ったらどうなります。トランプが勝ったら、もしトラになったらどうします。アメリカはまたパリ協定から脱退ですよ。脱炭素終了のお知らせって話ですからね。いや別にバイデンのままだってもう終わってますからね。電気自動車の普及はもうないです。だから話を戻すと、トヨタは頑張ってエンジン車作るって言ってますよね。だからいいんです。必ずエンジン車に戻ってきます。なんならハイブリッドにも戻ってきますから。ところがドイツの自動車メーカーは基本全部ですよ。まあドイツっていうのも EU 全部ですよ。 EV だけですから。ハイブリッドもダメですからね。ということはエンジンを作るというのを長期間やめるっていうことですから、3年4年経ってやっぱりガソリン車作るって言ったって、その時トヨタはもっと上行ってますからね。ですからドイツがね、本当の化石頭はエンジンであり車なんですから、それをやめるっていうのはもうドイツの最高の武器を捨てるのと一緒ですからね。あ、もうこれでもう勝負あったりです。日本が4位でドイツ3位とか言ってる場合じゃないですよ。マジでドイツ終わりますからね。化石頭捨ててどうするんですか。EU がそういう話になった時、ちょっと待ったと、ガソリン車のどこが悪いんだと、 EV の方が環境悪いじゃないかってギャンギャン言ってかき回せばよかったんですよ。なのに一緒になって、もう電気自動車だけにしますとか言って、バカじゃないのって言った話ですよね。ですからもうドイツの経済はもうダメだと思います。最高の化石頭を自ら捨ててしまった。その点ね、トヨタは賢いですね。電気自動車も作りますよって言いながら、多分心の中でバカ野郎と、電気自動車のどこが環境いいんだと思ってると思いますよ。絶対エンジン車だろうと思ってると思いますよ。いや、これからの時代は EV ですね、トヨタも EV 作りますよって言っときながら、絶対エンジン車なくならないしって思ってたんだと思いますよ。で、作り続けてるわけですから、どんどん研究してるわけですからね。あのグループで不祥事ありましたけども、株価なんかこれっぽっちも落ちませんでしたよね。普通あれ急落するとこですよ。だって4車種製造停止ですからね。トヨタの株急落かと思いきや、下がったら買う、下がったら買う、ら全然下がんないのよ。日経平均下がってんのに、あの日トヨタ上がってんのよ。ランクルだって4年待ちとかですか、はい、だからそもそも4年待ちだからどうってことないですよ。いや、下がったら買いたいんだよもん、みんな。だからホンダはダメよね。 EV に舵切っちゃったって、なんで騙されてんだよ。だからまあトヨタが頑張ってくれてるおかげで日本は大丈夫よ。世界中がね、エンジンから撤退してんだからね。ヨーロッパの自動車産業は終わりです。アメリカはね、ずぶとく残ってますよ。アメリカの人たち EV なんか環境に悪いってほとんどの人思ってますからね。あともう日本とアメリカで、自動車はもう日本とアメリカで世界は見ますから。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。